ノッコンティーノさん、始まるぜ。俺の金で切符買わされてます。どうかわいいね。一気に上がるの。280円から440円に。440円に上がるけど、どうする？でもええやん、もう。そのなんかあの、ドクリンゴでも食わされるみたいな服なんとかなれへんか。そんなつもりじゃなくて。今日実は久しぶりに2人でデート行こうかなと思ってて、で、はい、ちょっとせっかくやからご飯食べに行こうかっていう話で、吉野家でも行こうかって。吉野家にこの格好で。お前吉野家顔のくせにお前あんま生きったこと言うなよ。お前吉野家顔。お前吉野家顔や。そう、好き家顔じゃなくて。ようわからんけど。どこ行く？吉野家や。分かった。今どこから行く？うん？切符買って行ける。ナンバの吉野。マジナンバ行くんやだ。もうちょっとない。何がやの？吉野家以外の。お前吉野家みたいな顔してお前そんな。吉野家さんに悪いわ、吉野家みたいな顔吉野家の案件来るかもしれんのに、お前。とりあえずちょっとね、行きましょうか。どこ行く？え？吉野家やい。どこ行くのやん。難波の吉野家やって。こっちやで、ね。お腹すいた、俺今日ちょっとお腹すいてさ。何も食べてんの？前に歩いてる人は、もう、YouTube 撮ってるやん。おっさん、おばはんで、思われてるから。多分。もう恥ずかしいから、もう行くやん、はよ。え？行くやん、もう。ちょっとラグビー最高。ちょっとして、俺今撮ってるから無理やから。照れてるやん。やれって言うて、早くやもん。駅まで飛ぶで。私じゃあ撮るか、はい。やるやん。一人でラグビー最後して、はい。じゃあ、このまま飛ぶから。はい。行くで。ナンバーついたな。生ぬるいやん。え？風が生ぬるいやん。あ、降ってる。最悪。顔の化粧とかね。あってもなくても一緒やろ。雨嫌いやねん。カメラ目線すぎてもう。そうなんちゃうよ。行ってきたって。本当？タクどこ？楽しい。とりあえずタクノロ。タクノロタク。あ、そこや。早っ。吉野家。行きたいと思いまーす。吉野家や言うてる。めっちゃお花。実は吉野家ではなく、うん、ここでーす。すごい、めっちゃすごい。いやね、全然びっくりせえへん。え？お花かわいいなと思って。いやここすごい見て、お花めっちゃかわいいな。ここのお店の人がスポンサーしてもらってて、はい、ご飯食べに来てって。行きますか。じゃあ、はい、じゃあ、はい、入ってください。私が入ってます。こんばんは。こんばんは。どうぞ、せっかくなんで写真撮ってください。どうぞ、ありがとうございます。どうです、どうです。こんにちは。こんばんは。こんばんは。うわ、すごい。すごい。え、こんなとこに。ありがとうございます。いいですか。はじめまして。どこでラグビーやった？東大阪の、うん、あの中学校の頃に、うん、今日はタックルする当たるんですね。そこの前でやる。よろしくお願いします。どういったものなんですか？ビールやな、基本。ビール、はい、普段ビール分かるですか？でも、嫁子は何でも飲む。いやワイン。いや、なんでコスメで、なんかおすすめがあるんですか？もし、あれだな、なんか、僕からあ、ありがとう。いやプレゼントって決めた判断。ほんまですか？じゃこれ、腕抜くやつやつ。いや、これ、いいですか？ワイン、シャンパン。シャンパン。はい。シャンパンでいいですか？はい、私好きです。いい匂い。顔がとってもいい。なんで？非常にあの雰囲気があって。はい、すごいです。大丈夫ですか？僕が一番ソワソワしてる。え、本当ですか？はい、今日のあの、ナイフさばき、包丁さばき、しっかりと取らせてもらいます。プル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 震えてます。はい。いいシャンパン。わー、ありがとうございます。すごい、いただきました。クリスタル、クリスタル、金色の袋に入ってる。すごい、竹本が綺麗なんで。ノッコさんのモストなんかハーフボトルみたいな。これホストクラブで頼んだら何本ぐらいするんですか？ホストクラブで多分20万ぐらいするんじゃない？庶民の僕たちには考えられないですね。ありがとうございます。すごい。
黒黄色よ。もらってみます。え？いやだってこれもうカラーフィルターにしてます。カラーフィルターでもいけますよね。今日僕昼間からほんま完全に飯抜いてきたんで。めっちゃお腹空いてるんですよ。今日は何日目なんですか？今日は2日目です。2日目、はい、一番緊張してある料理長これこれこれを取りたかった。これをこれじゃあ乾杯する、はい、じゃあ皆さん夫婦デート久々の夫婦デートでございます。俺でもびっくりしたけどさ、俺これで飲むの初めてやるから、こんなんで飲むの初めてやる、こうカメラ見ながらやった時口がキモすぎて見かけたかったわ。めっちゃ辛すいです。もっとおしゃれに飲む方法を飲む。いや、民家っていいじゃん。何やってるの。お前では一回こう飲んで飲むふりして、でその間ちょっと口キモい選手権。ね、そんなさ、口キモ、口キモい選手権優勝でございます。どっちだ。美味しいな、めっちゃ美味しい。うわ美味しい。やばい。すいません、失礼いたします。最初のお料理でございます。よいしょ。こちらがですね、熊本県の、黒毛和牛和王と、キャビアのタルタルでございます。おしゃれ。これはカモスはどうやってですか？これは沖縄のシークワーサーでございまして、味変で絞っていただいて。ああ、なるほど、はい、キャビアなんて俺食ったことないで。確かに、ちょっとキャビアをふんだんに使わせていただきます。うわあ、すごい、見てください、あの YouTube 風に。すいません、じゃあめちゃめちゃ美味しいよ。美味しそう。これ合うわ、カリカリと。カリカリ。お前のキャビアちょうだい。いやいや、絶対あかん。いやその笑い、こんな笑い方はここではもうあんまり良くないから。せやな、イヒヒはやめて。じゃあちょっとシークワーサーかね。カボスちゃうからやめて、何回も。いただきます。これでいただきます。いい音。これシークワーサーかけたらめっちゃ美味しい。沖縄来た気分。ん？いやいや、もうそのインスタ映え写真ええから。いいや。早く。いいやん、あかんよ。あのアワビがどのタイミングで出てくるもう全然パッパッパーぐらいじゃ多分使わないんで、もう全然緊張しないでください。はい、はい、カボス、これシークワーサーです。食べて。おいしい。これ今ちょっと撮ってるから。いや、いいねんね、いいね、覚えてよ。あ、これ誰なんですか、これ、ね、いただきます。食べたことない味する。美味しい。じゃあいいことだよ。いや、あかん、おとなしく食べさせて。失礼します。おーおーおお、まさか肉出てくると思うの。いや、もう贅沢すぎやろ。嫁子、こんな肉食べたことない。あー、すみません、すみません。しゃぶしゃぶ仕立てで召し上がっていただこう。でも生でも食えそうだ。確かに。食べてみたら、あの端っこの方なんちょっと避けてくれてるんです。食べてみたらお店なんてできないんです。そういうことはダメなんですよ。何してみたらとかダメなんですよ。賞味期限切れたチーズとかよく出すけど、そんなノリで言わんといてください。そんなやめて、ここで言わんといて。酒が進んでますね。大丈夫。はあ、私も大丈夫です。で、実は日本撮りしてるんですよ。やらしい、何それ。夜勤明けから日本撮りしてます。夜勤明けで日本撮りって結構タフじゃん。こちらの熱々のスープの中でしゃぶしゃぶにしながらお召し上がりいただければと思います。これ作り方覚えておいて。スープというのが、めっちゃうまい。
ば。とろとろ。そう。夜勤やってきてよかった。いただきます。うん。お肉違うみたいな。下手くそな食欲。美味しい。すごい柔らか。めっちゃうまいよな。やばい。俺も食べるわ。ちょっとオープンいたします。はい。牛テールシチューでございます。うわめっちゃうまそう。丸ごと煮込みました。めっちゃうまそう。まだまだこれから。まだまだこれから。今日一緒にいただきます。これはマジでうまいぞ。寝かしてる。この草は何の草？クレソン。やめてやつそうかい。俺分からへんねん。クレソン。クレソンって当てます。よかった。私が間違ってたのめっちゃ恥ずかしい。草です。草。うん、めっちゃ美味しい。あのステーキガストのめっちゃ煮込まれたカレーあるやん。ないと思う。あれの100倍うまい。いやもうそんなん一緒にせんといて。いやこれはほんまに見てください。これプルプルほら。なんかちょっとピンボケすんねん。近すぎて。すいません。もういいよ。あかんない。万願寺をピーマンに見立てて最後に、イタリアのパルミジャーノチーズ。夏のサマースノープ。サマースノープ。おしゃれなこと言ったよ。めっちゃ美味しそう。もうハワイの人ももうやめてないです。できますよ。いやビールも喋ってもないです。あなたの写真な何用なのかな。これいいですか。いただいて。うわお肉とオクラってこんな合うねんな。ほんま美味しいわ。なんかお前食べさせたくなくなってきた。なんで食べてんの。すいません。半分ちょうだい。そしてこのビールね。そしてこのビール。最高やね。それがあるんちゃう。自分のちゃうや。あ、俺のちゃうか。人生何が起こるか分かりません。ねえ嫁子。はい。こうやって料理長とだってこう仲良くなったら、こう料理長こう言えようなこうやってくれるかもしれない。呼んでください。はい。焼肉焼きます。めっちゃ美味しいで。うん。美味しい。これわさびおろしなんですけど。はい。わさびという。うわほんまや。すごい。見える？わさびって書いてるんですよ。見えますか？すごい。わさびって一個だけあのわびさびって書いてある。めっちゃ面白い。本当に美味しいですよ皆さん。吉田屋肉割烹割烹吉田屋。これ今できてないんですけど、上にあのバーがそのままできるらしくて、肉割烹吉田屋でお肉食べてちょっと一段落したら上でバーで女の子がイチャイチャする場所がある。俺ら大学の時でこの食べたらバーでイチャイチャしてたよ。なんやバーなんか行ったことない。あった？バー行ったらなんかあのバーのなんか店員に呼ばれて、これぐらいのちっちゃい石、あのこれをお酒に入れたらおあのよ彼女喜びますよ言って値段が2万円やって。詐欺やな。あのえどこやったっけ？星空バーみたいな。こんちっちゃい石。これ入れたら彼女絶対喜びますよ。値段は2万円。大学生や。てかお前はなんで俺と結婚したの？一緒に言わなあかんの？え？いやそらでもあるやん。ありますやん。それは大学生やろ？結婚かけ。いやじゃあ付き合おうと思う。付き合ったわ。だってあれやん。だってもう絶対無理やと思ってたもん。何が？続かないと思って。言ってる意味が分からへん。付き合おうと思ってて。全然タイプじゃなかったけど。じゃあなんで付き合うねん。めっちゃしつこかった。めっちゃしつこかったよ。あ、すごい。今日は午後炊きましたね。午後。福井県のお米コシヒカリを福井県のお水で炊きました。福井県の水まで、はい、それ何がいい匂い。めっちゃいい匂い。何が？ハンドソープやって。ハンドソープどこでやってるの？これどこのやつって？エルメス。エルメス、ちょっと手によってめっちゃいい匂い。すごい。めっちゃいい匂いやけどお前の手が臭い。え、
ス違うってすっごいもふかふか綺麗、めっちゃ綺麗一口でか福井の米と福井の水合うわへこれ政治家とかが食べるご飯やと思うと政治家とかが悪い話しながら食べるご飯やと思う裏金の話しながら食うご飯やと笑い気持ちこら裏金の話したなるで政治家の人もこんな美味しいもん食うてたサーロインが乗ってるんですねはいこちらは、生チンジャオロースご飯でございますちょっと待って、死んでないでこちらを、ご飯の、熱でバターを溶かしながら混ぜて、はいはい、いいですかうわバタートロトロいただきまーすこれはやばいわいやこれやばいで米少なめにしたらミスったんじゃんめっちゃおいしいちょっともうやめてえまだいけんの珍しいないや確かに嫁っこん結構すぐお腹いっぱい最近出てたんだけど今日結構いくよなそうしたおいしいこれやばいよ、うん、リーチマイルで怒るんちゃうなんで俺連れていかへんのやばいうまっお腹具合ですまだいけんの開けますかそうじゃ開けたあ、したらじゃあ秘密のシークレット締めご飯しましょうシークレット締めご飯なんですかその興味をそそられる名前は嫁っ子シークレットご飯やすごいな、名前がいいなじゃあここで嫁のシークレットじゃあここでちょっとカメラの前で発表してなんかパンツにうんこついてるなめてやったんだ、衣やそれ実は、うん俺の親父別家族いてますなんかそんなとこで飲んでいるのトップシークレット言った方がめちゃくちゃやめてやなんでそんな今言ういやシークレット言ういやあかんやろこのトップシークレットえいやどういうのしてへんよそれでもこうやってそんなやつでも人生って俺みたいに楽しくいけてる人いてるっていうああなるほどねそうそう何のあれもなくもうこう一点やん俺の場合もう明るい一辺とこちらに、高知県の、ゆず卵というゆず玉というのも卵白がゆずの味がするんですこれはほんまシークレットよ卵黄の漬けにしましてうわ手もすりそうになります混ぜて混ぜてはいこれ混ぜていただきますね、はい、お前食ったら分かるって本当にあの段ボールで送られてくるのシークレットですよまさに生姜風味のパンナコッタはいブドウ、うん、ほんまにめっちゃ美味しいです汁もこうやってブドウと合うんかなめっちゃ美味しい普通にすごいねあ、そうですね、はい、めちゃくちゃ美味しい締めのペリエでございます、うんうん、あのパクチー好きやけどいや清掃できた方が良かったかもしれない今日タンクトップで来てもらうなハイジみたいな格好してもらうよれ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 何遊んだぜひ来てくださいここはほんまに美味しいですいやすいませんごちそうさまでしたどうもありがとうございますありがとうございましたお疲れ様でしたありがとうございましたいや美味しかったあ吉田屋これはマジで美味しかったよ皆さんぜひ来てくださいねやばい美味しかったな美味しかったもうお腹いっぱいやもんなお前なんか腹出てえ何それえこれ何なんかパク
いやそれヘルメスのハンドソープパクって書いてるやん。いやいやいや、めっちゃいい匂い。エルメスのハンドソープパクってるやん。それあかん、あかんやろ、あかんが。どうしよう、返しに来て。いや返し、恥ずかしいから返しに来て。いやもうええちゃん、もらってこ、もらってこ。本当にご飯はもう最高においしかった。じゃあまた、また行こう。はい、じゃあね、おやすみ、おやすみ。